寝てました。 すいませんでした、本当にごめんなさい。なんで？ 今日ここまでめちゃくちゃスケジュール通り、すごく予定通りに進んでいたんです。おかしいわ。ということで、ボサボサなんですけど、人と喋りたいなって思って ごめんなさい。すごい、めっちゃお腹すいた。リップ塗りたい。なんでもいいからリップをください。ほっほっほー、これは違うかな。なんかね、よいしょ、久しぶりですって。そんなかな、そんなにお久しぶり？どうだろうね、皆さん最近はいかがお過ごしでしょうか。トロトロですね。眠いわけじゃないんです今。どっちかというとね、本当に飛び起きて3秒で始めたのと、あと腹すいた。これね、あ、ナイスタイミング。この前忘れたの。こんな便利なものさ、なかなかないのにさ、家にそう充電をしようって思って、あ、巻きすぎた。充電をして満タンの状態で家に忘れました。おかげで湿気でもう前髪は終わってました。こんばんは、こんばんは。ふわふわしちょる。うん、見て、雷鳴ってる。あ、ねえ、そうだよね、オンラインおしゃべり会がさ、ねえ、みんな来てくれるの？来てくれるん？なかなか会う機会も今少ないから、ぜひとも来てください。ガッタファン1周年なんだね。1周年か。
感慨深いね。目が赤い、目赤い。なんかね、本当にね、これでも今日のスケジュールめっちゃ完璧にこなしたんだから、もう起きる時間からメールでも書いたんですけど、私あの昨日からの自分の睡眠のベスト時間、あのあんまりそのこれをしたからすごく効果があったねみたいな基本的な健康法をそんなに実感したことが今までなかったんです。でもそれはまだ体が全然子供で元気だったからだと思うんですね。ほらなんか20代超えてからとか言うじゃん。それもじゃあもう私もそういうのが分かりやすく体に影響が及ぶのではって思って、なんか今まで睡眠8時間がいいとか言わ有名な話じゃないですか。でも8時間はちょっと長いかなって思ったり、まあなんかこの結局日本人多忙なので8時間良質な睡眠を8時間取れてる人ってなかなか少ないんじゃないかなって。で私もお仕事的に良質な睡眠を8時間っていうのはなかなか現実的じゃないので、その逆にその体にそれに慣れてしまう体は作っちゃいけないかなって思ってるってたんですね。じゃあ私は一体そのどの睡眠時間何時間寝てたりとか、そんなに前日の夜お風呂は湯船をに浸かるか浸からないかとか、あと寝る前30分のスマホをやめようとか、そういうことしてましたね。してます。ちなみになんだけど、でも昨日から今日にかけては6時間半にしたんです、睡眠を。で昨日スマホ寝る前30分触ってない。で湯船も使ってあれよ、いい入浴剤を入れて回した。で今日はこの通りちょっと眠かったけど、おとといは朝が早起きだったから寝る時間が必然的に少なくなって4時間半だったかな。本当は5時間寝ようと思ってたけどなんか眠れなかったので4時間半になりました。で4時間半の時は逆に
きりでした。でも多分だけど、これ前日のあれだね、その緊張状態とあの体力とあれが関係してくる気がするので、まだその睡眠時間によるあれじゃない気がしちゃいますね。でもやっぱ日中眠くならないのと朝すっきり起きたいですね。今日は朝はまず微妙に起きれた。本当はもうちょっと寝たいなっていう気持ちになったけど、まあ起きれるって感じで、日中は何度か寝そうになりました。そうです。ただ昨日の夜の寝つきは良かったです。早かった。早かったわけじゃないけど遅くなかったです。気づいたら寝てた系ですね。ただ今思いのほかずっと眠いっていうか起きてない。このまま寝れるわけではないかも。あ、寝れるわ。でもずっと夢の中かもね。私もそれを疑ってます。ふー、失礼しました。ヤクルト戦、あー、ヤクルト戦あるよ、うちに。私は飲んでないけど。ヤクルト戦っていいの。いやー、あとは何ですかね。結局睡眠時間で、なんかベストな睡眠時間って分からないのかもしれないし、分かったとしてもなんかこう同じルーティーンで動いてる生活だったらあれかもしれないけど、なんか毎日違うことして毎日違う時間に起きてみたいな感じのタイプの私はそうなので、あんまなんか微妙いかもですねって検証2日目に思ってる。だって前日の疲労度とこう小さなね、そのスマホを30分見ないとか湯船に浸かるとかそういうものも含めて毎日違うから、そりゃ前日ちょっとしか寝てなくて結構気を張る一日を過ごしていたらスッと寝れるし、その状態で前日よりもちょっと長く寝たところで眠いですよね。その時間で回復できなかったら、めっちゃ疲れた日はなるべく8時間睡眠を目指せたらそうするしてみたら、あ、8時間睡眠って回復の効果があるのねっていう検証結果が出るかな。でもさ、そんなことさ、本当に疲れてる時ってさ、あ、
今日も検証してみよう、8時間睡眠の検証をしてみようっていう気持ちじゃないよね。もう帰ってきて倒れて寝るみたいな。なんかでも自分のことをさ、私知らないすぎると思うんですよね。なんか皆さん世間話の中で、ああ自分はこうっすねみたいなのとかよく喋れてる気がするから、私それないなって思って、そういうのないな。自分探しですね。話し方がゆったりで心地よくなってきました。本当ですか？私今ね、画面の自分がほとんど見えてなくて、これあれですね、ただ話すということはしたかったので、あのセブンのチョコじゃない、間違えた、抹茶スムージー一生見つからないのと、無印のチョコミントアイス一生見つからないんです。マジでねえ。いや地味に探してるんだよね、毎日頭の片隅にいる、地味に毎日。今日抹茶パウダー買ってきちゃった、なんか抹茶欲しくて。最近宇治抹茶とチョコミントを求めるんですよね。あとチーズケーキ食べたいってなる。ただでもチーズケーキってあんまり、こうしかもバスクチーズケーキみたいな、結構ちゃんとしたチーズケーキ、誰かが何かドライヤーをかけている、そなんかしたくって食べたくって、でもちょっとなかなか、そうなんですよ。くそくそ、ドライヤーの音マジでうるさいよね。なんかショールームしてるこの瞬間に流れるドライヤーの音で、本当にこの瞬間があの家出したくなるランキング第1位かもしれない。第2位かな、第2位くらいにしとこう。家出したくなる瞬間ランキング第2位これ、え東京とかにいらっしゃるような子ってみんなその一人暮らしをしてて、でしかもその地方が出身地だったりするから、なんか私本当新潟から東京通えちゃうから、あの全然日帰りもよくあるし、新潟のしかも実家から来てるっていうとなんか羨ましいって言われたりするんだけど、あそんなに実家好きなんかって、これ私あれですよね、きっと実家暮らしだから思うんですよね。でもね、
舞台とかのもう毎日稽古の時はもう向こうにずっといるけど、でもちょこちょこの時は全然新潟からこっから帰ってたし、そうそう、なんかあれわかんない、なんか確かにそのお母さんが洗濯物してくれたりとかっていうのはすごい基本的にめちゃくちゃありがたくって、でもなんかご飯はなんか私家にいるんだけど家族とほとんど一緒にご飯食べないですね。まず朝が別々で、昼はみんないないでしょ。で、夜もバラバラだから、本当にたまにしかご飯はもう一緒に食べないですね。私と家族3人以外、それ以外、私以外の3人はみんな一緒に食べてるんだけど、だからあんま合わないですね。別にあのなんかね、だからなんかそこまでなんかほら実家のオフの日も別に一緒に食べない、なんかもうそれができちゃって、なんか食べたいって言ったら一緒に食べるんだけど、もうなんかみんなほら実家のお母さんとお父さんによく電話するとか聞いたりすると、え、そんなに仲がいいんだって思ってね。なんかなんだろう、まあ人それぞれお家のあれはあるけど、私の育ってきた今のお家の当たり前と、ああ違うんだって思って、素敵ですね。あの私の卒業のあの映画の撮影は新潟だったから、みんなそのホテル新潟のに来て 2,3 週間ホテル生活を送ってたんですね。でなんだけど私だけ家から通ってて、撮影に、そう、なんか私は最初、ま、実家新潟にあるけど、なんか勝手にみんなと同じそのホテルに住むのかなってとか住みたいなって思ってたんだけど、なんか家からになってて、でちょっと寂しかったです。みんなその同じホテルに泊まってるから、そのすぐ皆と会えるし、あと支度場所もすぐなんですけど、なんか私だけ新潟は新潟だけちょっと帰る場所が違う、そうそうそう、なんかみんなこう合宿してる感じでも、みんなは割とその実家から通ってるっていうとすごい羨ましがるんですね。でもそんないいもんでもないというか、私からしたらね、でもそうなんだなって、逆に私特にそのワークショップとか お芝居やるときって逆に一人になりたいって思っちゃって、あんまなんか
そのお母さんもお父さんもそんな、なんか私のお仕事のこととかガツガツ聞いてきたりとかは全然しないけど、なんかそういうことじゃなくて、なんか結構集中しちゃうから、その環境に。だからなんかその違う自分になろうとしてる時に、なんかあたりいつものこのところにすぐ戻ってきちゃうと、なんかせっかく違う感覚になってた感じだったのに、なんか戻っちゃう感じがして、そこがねちょっと器用にできてたらいいんですけど。でもね、なんかね、お母さんはねすごい、私のお母さんはとりあえず私の生活を支えてくれようとしてる。なんか仲はいいんです、お母さんと。何でも話すんだけど、でも最近何でも話すわけじゃなくなってきたかも。確かにやっぱりなんか仕事の話をもう全部昔はしてたし、でもだんだんその私のお仕事の話って普通の一般の職のお母さんからしたらなんかこう想像でしかないわけじゃん。するとなんかだんだんなんか話したいだけで、別に相談したいわけ、相談事があるわけじゃない時に、なんか話した時になんか違うなって答えが返ってきた時になんかんってモヤモヤしちゃうから、うん、だからなんか話さないようになったかも。大人になったんですね、私も。逆に何だろう、お芝居の話はマジでしないようにしてる。ちょっと前はしてたけど、なんかアイドルはいかに客観視できるかが大事だと思ったから、自分の客観視にも自信はある方なんですけど、でも完全な客観視はできないから、もうお母さんもちょっとひいき目で見てるかもしれないけど、私のことは知らないけど、なんか自分の娘は。でも自分よりも客観的に見るかなとかっていう感じでお母さんになんか意見を聞いてたりしてたけど、もう本当に。だからなんか今すごい、まだね映画をね見てからね、その監督にとお話ししたいんだけど、ちょっとお会いできてないので、早くね東京のあの舞台挨拶の時になったらお話できるかな。なんか初めてのことだらけで、こうやってる時の演じてる時の感覚と実際完成した映画になってから見た時に感じたことのそれぞれの違いだとか、もっとこうしときたかったなみたいなのとか、なんかいろいろあるから、その自分が出た映画を自分が見るっていうのは主観もすごい混ざっちゃってる客観で見てたりするから、でも演じてるのは自分だから、これからに生かすためにも
こんな感覚の時こういう風に見えるんだなみたいなのとか、なんか何か掴みたいなって思ってて、早くだからね、私たちのメンバーとかね、プロデューサーの高石さんとかねとねお話はできてるけどね、新潟の舞台挨拶監督北川監督いなかったからね、北川さんに話したいんだよね。そうなんですよ、なんか新潟にいる時の自分と東京にいる時の自分がなんか違くて、二つの日常を生きてる感じがします。不思議ですね。てか今日寒かったね、なんか寒かった。関東は暑かった。あ、そうなんだ。関東は暑かったんだね。いいな、私もあったかいところが好きだからさ、羨ましいです。寒いのが本当に苦手なんだよね。うん、ていうかでもこれから夏が来るんですね。まだもうちょっと先だね、まだ誕生日にもなってない私。なんか早く二十歳になりたくってさ、だからかなんか最近時が進むのがちょっと遅いですね、意外と。まだ今気持ち的にはね、あと1ヶ月って感じ。でもあと今日21日でしょ、26日であと1ヶ月になるから、もうこんなにもなんか誕生日早く来てほしいとかって思うのは結構ちっちゃい時以来かも。ここ数年はやっぱなんか名残惜しさの方が大きかったので、そうですね。でもなんかやっぱりでも二十歳ってなると過ぎた瞬間にそのなんかティーンが恋しくなったりするんですかね。いや本当でも今もう二十歳になったらだって大人じゃん。だから早く二十歳になりたいよって気持ち。かなんか18歳の時に二十歳って聞いたら、まあ、近い将来ではあるけど、でもまだ先っちゃ先だし大人だなっていう気持ちだったけど、18歳から二十歳あっという間ですね。ていうか19歳の誕生日のことを本当すごい昨日のことのように覚えているので、うん、なんでだろうねえ、私19歳の前半何してたんだろう。
なんか後半が非日常連続だったから濃かったんですけど、あ、前半前半前半の中でやっぱ大きいのはリカさんの卒業ですね。うん、大きかったな。でもなんかこう充実度、人生の充実度はまあお仕事なんですけど、結局今年々こう高まってますね。うん、今年二十歳も今までで一番充実した年にできたらいいなぁとは思ってます。炭酸、炭酸飲めるといいな。強炭酸、強炭酸が微妙なんですよね。いつも何か強炭酸が苦手っていうほどじゃないんですけど、もうこうペットボトルだったら蓋をこう開けてこう周りをピンピンってデコピンするとちょっと炭酸が抜けるっぽいので、そうやって微炭酸を作ったりしてますね。コップでもやりますね。やっぱちょっとでも微炭酸、ちょっとしたシワシワだったら美味しいって思うんですけど、微炭酸。あ、ビールって強炭酸なんですか？ビールの炭酸は強くないから大丈夫。あ、よかった今めっちゃね、こんなこう何声とか表情に出せない出せてないだけで今めっちゃショック受けたけど救われた、ありがとう。私本当に小さい頃から大人になったらビールを飲むんだっていう、なんか本当もうぼんやりした夢であったじゃないですか。こうきっと皆さん結構お父さんお母さんがこうなんかビール飲まれてるのを見て、それ美味しいのみたいな。やっぱなんかビールって見た目がすごい分かりやすくお酒って感じするじゃないですか。だから私も本当に大人になったらビールを飲みたいみたいな。
生で言いたい。子供ビールみたいなのあるじゃないですか。ジュースだけど見た目だけこうちょっと泡立つみたいな、あれとかも飲んでた雰囲気が、はい、欲しくて。なのでついにあともうちょっとで本物のビールも飲めるようになります。そうだね、メンバーと飲みに行けるねって。同期の中でお酒まだ飲めないの私だけだから。いやでもなんかお父さんとお母さんどうなのってお酒強いのって聞いてもらうこと多いんですけど、なんかお父さんとお母さんは人並み程度ですかねっていつも答えてて、まあ人並みって感じ。そんな酔ってるところ見たことない。なんかもうお酒回ってるんだなって感じることはたまにあるけど、でもなんかそんなベロベロに酔ってる姿を見たことないから、逆になんか街とかでめっちゃ酔ってる人見たらめっちゃびっくりしちゃったことある。見たことなかったから。だからなんかお酒めっちゃ強いって言うほどでもないと思うけど、そんな弱くはないんだと思う。って思ってたらね、なんかおばあちゃんがめちゃくちゃお酒飲んでたみたいでこの前判明したの。私知らなかったの。おばあちゃんがめっちゃお酒強かったっていうのをこの前ありますよね。本当かわかんないけど、こうなんかお父さんお母さんよりかはおじいちゃんおばあちゃんがの遺伝がこう一個飛ばしにするみたいな、何遺伝って言うんですかね。性遺伝、あ、すごい。ワクワク、ワクワク、楽しみだな。なんかもう今までできなかったことができるようになるっていう楽しみはすごくありますよね。なんか舞台とかで一緒になったさあ方とかはさ、
めっちゃなんか皆さんお酒が飲めるようになったら、そのもうお酒お何お芝居をした後のお酒が美味しいらしい。あーそうなんだ。多分こう動いた後のお酒は美味しいな、みたいな。仕事終わった後のお酒、まあ、そういう感じなんじゃない。お芝居、芝居思いっきりやった後のお酒はうまいなーとからしいです。そうなんだ。なんかそのさ、その外で食べるご飯が美味しい理論、お腹が空いてる時に食べるご飯が美味しい理論、なんかお腹が空いてる時に食べるご飯が美味しい、喉が渇いてる時に飲む水が美味しい、これはなんかまあなんとなくわかるんですけど、外で食べるご飯が美味しいもうわかるんだけど、でもそのなんだろう、喉渇いてない時のお水ってそんなに美味しくないけど、喉渇いてる時のお水ってめっちゃ美味しいじゃないですか。そのなんか外で食べるご飯が美味しいことはわかるけど、中で食べるご飯はもう美味しいから、うん、お酒がなんだろう、全然頑張ってない日に飲むの最後に飲むお酒と、めっちゃ頑張った時に最後に飲むお酒ってがそんなに違うんですかっていう疑問を持ってる。頑張ってなくてもうまいよ。あ、頑張ってなくても美味しいんですね。普通にジュースでも頑張った後は美味しい。あー、その感覚で言うと確かに頑張ってなくても頑張っても美味しいけど、頑張った後の方が自分も頑張った、なんか気持ち的に満たされてますかもね、ますかもね。自分頑張ったぞ、ご褒美ご褒美って感じの感じかな。そこはもう気持ちの問題かもですね。確かになんか喉渇いてる時の水が美味しいのは気持ちの問題というよりかは本当もう体の反応な気がする。そうだね。でも多分だけどビール好きになると思うんだ私。多分ね。
2月26日だもんね。楽しみ楽しみ。でもまだ意外とあと1ヶ月もあるんだって感じ。あと1ヶ月か。10代にしかできないこと全部やりましょう。10代にしかできないことってなんだろうね。あるかな。確かに割引、割引とかってさ、もう本当今高校生とかだけじゃない？なんかさ、映画館の割引とか高校生まででこうあると、高校生のうちにもっと映画館来とけばよかった、クソって気持ちになってます今。まあ本当だから、なんかこうシニアとか、あの18歳以下とか未成学児みたいな、今一番高いところにいる値段が、しばらくそうですね。あと40年、そっか、納めます。あ、制服ディズニーとか、そんなキラキラしたの送ったことないな。学割が一番便利だったかなって。ほんとなんか学生の時がやっぱ結局時間が全然なかったわけじゃないけど、まあ忙しかったっていうに過ぎないですね。なんか今が一番好き、ほんとに
本当に学校好きじゃなくて、卒業してから学校好きじゃないなってもっと気づいた。もっと気づいたって変 なんか置かれた環境のことを嫌いだって思ってしまったら、もう本当そのどんどんズーンってなる一方だから、多分行ってた時期はそんなに思わないようにしてたんだと思うけど、やっぱなんか最近よく SNS とかでもなんか流れてくるんだけど、なんだろう、こう社会に出てからのなんていうの、努力と学校での努力ってなんかこう結果に現れるものとかも違うし、みたいな。確かにって思ってた。それめっちゃ思うな。まあ、どうですかね。学校で優秀な方じゃなかったから、その意見に賛成、何、賛、そうだそうだって思っちゃってるのかもしれないですけど 私が。まあ結局いる世界だよね。まああれなんですけど、ちなみにだから私は本当に目の前のことが宿題とか授業とかテストとか、それプラスアイドル業だったので、基本的にアイドルのことを24時間365日考えてた感じ、授業中も。これってお仕事に活かせるのかなみたいな、もう全てそれで考えてたけど、逆になんか今なんかいろんなことを見たりとかしたいなって思うようになってから、映画館に足を運ぶ回数が最近めっちゃ増えて、だから高校生の時にもっと安く見れたのにって思うと、それに気づかなかった高校時代って思うけど、でも高校時代はだからそこに頭が、そこに行くほど考えに至らない環境だったから、最近趣味探してて一人でできる。で、多分私外に出た方がいいタイプなんですよね。外に出て行きながら考え事をしたりとか、絶対多分そっちの方がなんかやりたいこととか整理できてすごくいい。最近だから目標を立ててたりしてて、実は目標があって、でそのためには、じゃあ何歳でこのくらいの質になったいなとか、じゃあ今はこうしていたいなとか、なんかこう日常生活から少しずつ変えていくのが一番いいかなとか思うから、
最近はね、そうしてるの。でも今のところなんか後悔ない人生を送ってる気がする、なんだかんだ。いつもその与えられた環境の中で最善は尽くしてるつもりでいる。でも選択に後悔はないけど、過ごし方に後悔はめちゃくちゃあって本当シンプルに時間を溶かしてしまったみたいな、そういう後悔。でも結局さ、そういうのの積み重ねじゃん。その1時間集中できるかみたいながさ、1日を制するものは、1年を制するものは人生を制しますみたいな、そういうなんか TikTok とかインスタのリールで流れてきてさ、ああ私は今何をしているんだろういや本当そうだなって思いながら。まあでもなんか息抜きとかダラダラすることも含めて充実させたいと思うので、結局なんかバランスを完璧に取るなんてなかなか難しいと思うんですけど、ただでもこうなんか毎日何かこう自分の刺激になるものとか集中して没頭する何か、そういう時間を30分とか1時間でも作るとか、今日もいい一日だったってやって、なんかその日終われるといいですよね。っていう気持ち。そう、今だからね、読書とかね、趣味にも入れたいんですけど、なんか地味にやりたいことが多すぎて全部書き出してるんだけど、メモで。何、ほんとちっちゃいことね。だからなんかね、それをね叶えていかなきゃいけないんだけど、そう、読書もやりたいことの中の一つで、ほらなんか読書で集中して本読んでたら気がついたら日が暮れてましたみたいなタイプの友達が小学校の時いたんだけど、あのその次元に私足を踏み入れたことがなくて、時間を気にしながら読書してるので、読書が苦手なんですけど、小学生の時からなんか本よ文字を読むっていうだけで、そのなんか集中してたらたまーにあ楽しいって思っなんか感じれてる気がする時がの経験が全くないわけじゃないんだけど、そうなんかどっちかというとその本を開くまでの時間がかかる。あと1、2、3ページくらい読んでた時にそのまま集中してスーっていける時もあれば、あの本当文字を読むという作業になって文字を読むということに疲れちゃう。
なんかスマホとかで電子書籍よりも紙で読んだ方がいいみたいな、何においていいとかはちょっと忘れちゃって大事なところなんですけど、だけどなんか聞いたことがあるな。だから図書館に行くとか、本新しいの買ってたら高いから、図書館に行く、あり。あとアニメみたい。あのさ、マッシュルがさ多分終わっちゃったんだよね。私なんかちょっと悲しいですね。シーズン2まで見た。マッシュ、なんかグッとくる。後半の方めっちゃグッときます。あれれ、あと3分だって。ありがとう。じゃあ壇上の皆さんをお呼びしたいと思います。13位まじめちゃんさん、12位風の足跡さん、11位うずめさんかな、10位いかっちさん、9位ダメ男さん、8位まさひろんさん、7位としやさん、6位おしょうさん、5位てっちゃんさん、4位ぴょんぴょこぴょんさん、3位ゆららさん、2位ひよぽんさん、1位かんくろうさんです。ありがとうございます。はい、ということで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。お忙しいと思うのですが、お体に気をつけて一緒に頑張りましょう。うい、これからまだ仕事ある人いるのかな。なんかみんな割と忙しい人が多い印象で、全然寝れるって人もいる？全然寝ちゃおうぜ。おやすみ。またね。ガッタファンのおしゃべり会楽しみにしてるから忘れず来てね。忘れず来てねん。ねん。休みよ休み。休め。休め。バイバイ。ガッタファン、ガッタガッタガッタ。